はい、ゴンダ選手、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか元気です。まずはゴンダ選手の道のりということで、楽しさ曲線なんていうものを書いていただきましたが、実際、はい、あの、書いていただいて、どんな、あの、イメージをお持ちでしたかまあ、中学生の頃から、まあ、日本代表とかには色々呼んではもらっていたんですけど、ただ、嬉しいことよりも、 やっぱ辛いことの方うが正直、やっぱ多かったなって思うところもありましたしただ、逆にその辛いことがあったからその後にこにすごい喜びが出たことも多かったのでゴールキーパーってやっぱ失点するっていうところがやっぱ悔しさだったり辛さがあるのでやっぱそれを乗り越えた時はもっと楽しいことがあるなっていうのを書きながらあこれ人生も一緒だなって思ってました。ゴンダ選手が実際にあの子供の頃 えー、どんな小学校の低学年生だったでしょうか僕は、ひたすら外でで遊んでましたあのゲームをやることよりも、やっぱ外で遊ぶことの方が、やっぱ楽しさを僕はすごい感じていて、学校が終わったら、まあ、ランドセルを家に置いて、もうすぐ出かけちゃうような、いかに効率よく家に帰ってから宿題を終わらせるかっていうのをなんか考えながら、母親には、何時から何時まで宿題やるからって、それだけ告げて。 あの遊ぶ時間を確保して、外でとにかく遊んでる、活発な子供でしたあ,あそうですか、友達とはどんなことをし,、はい、して遊んでましたか小学校の時に、近くに児童館があって、跳び箱やったりとか、どっちかでもなんか、機械体操みたいなことを僕は結構多くやってた覚えがあります。 あの、休み時間だったりとか、放課後ちょっと遊べるときは、あの、バスケットボールやったりとか、そう、バレーボールやったりとか、なんかあの、サッカーは僕そんなに、小学生のときはなんか校庭がサッカー禁止だったりしたんで、実際サッカーを始めた頃っていうのはどんな時期ですかねサッカー始めたのは、えっと、幼稚園のときにサッカーを始めていて、はい、小学生の低学年の頃は、やっぱりフィールドプレイヤーもやりたくて、プレイキック練習したりとかしてましたね。 はい、ゴールキーパーをこうやっていくきっかけっていうのは、どういったきっかけですかねゴールキーパーをやったほうが僕、褒められることが多かったんですね。フィールドプレイヤーで、なんか特別なことができるわけじゃなくて、逆にゴールキーパーだと PK も止めれたし、といろんな成功体験ができて、で小学校4年生ですかね、10歳ぐらいの頃に、やっぱマリノスカップっていう大会で、あのベストイレブン。 に選ばれたんでですねでその時に、やっぱゴールキーパーってすごい楽しいなって思ったのが、やっぱゴールキーパーにのめり込んだ一番のところかなと思いいますはい、この曲線を見ていきますと、縦軸が楽しさというとで、はい、すごいですね、はい、はい、で、あの左右、横軸が年齢ということで、これを、はい、あの書いていただきました、当時の夢や目標っていうのは、どういうものがありましたか まあ本当に一番日本サッカーがやっぱ盛り上がった時期というか、98年に初めて出て、その後日韓のワールドカップっていうのを小学3、4年生と、あとは中学2年生で一つ経験したので、ワールドカップっていう舞台に出たいな、でしかも、フランスワールドカップは予選リーグで敗退してしまって、で日韓ワールドカップは決勝トーナメント1回戦で負けて、わやっぱここを超えたいなっていうのは小学生ながら、そのあ中学生ながら思ってましたね。 はい、でこの曲線を、ね、これもう一度見させていただくと、はい、これあの、まあ、苦労や失敗、その乗り越え方ということでちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあこサッカー始めて楽しさを1回ぐーっと上がってきてただ、1回ここで下がってますよね。はい、これ7歳の時に初の公式戦で負けて楽しさ曲線が落ち込んでるんですけどどんな気持ちだったですかこの時は負けたことが悔しくてしかもゴールキーパーなんで。 やっぱその失点を自分がしてるわけじゃないですか。あ、これ僕が止めなかったから勝てなかったんだって思ったんですね。やっぱちょっとサッカーから離れたくなっちゃって、この頃はサッカーの楽しさよりも、あのー、ちょうどこと引っ越したりして、引っ越した先に野球のチームがあったりしたりとかしたんで、うん、なんか野球楽しそうだなとか思ったりして、ちょっと一瞬野球に行きかけた時期だったんですね。<ー> <laughs> ちょっと熱が冷めちゃったじゃないですけど、っていう時期がこの、 ちょうど公式戦で負けて、その後とまだサッカーをどんどん続けられて、まあ、13歳で、ア、はい、イキプレミアカップジャパンで優勝という、はいあの、そういうことを選抜にも選ばれたんですけども、この決勝戦とか、やっぱ緊張しましまたこれは僕、人生で一番緊張した試合だと思います、多分 <laughs> 本当にあの口の中が乾いてずっと水を飲むってこういうことを言うんだなっていう、もう僕この試合が本当にこの前のオーストラリア戦よりも緊張しました。<laughs> そうですか。はい。でね、ちょっとと極端に落ちてしまうじゃないですか。はい。<laughs> これはこう、あの、何かあったんですかここにちょうどあの、アンダー14ニュース選抜選出って書いてあるんですけど、はい、これでと中国に遠征行ったんですね。はい、で、終わって日本に戻ってきて、で、空港で倒れてしまって、 ウイルス性の髄膜炎っていう病気にかかってしまって、で、まる2日間、ほぼ意識がないような状態になってしまって、当時、運ばれた救急のお医者さんとかから、ともサッカーはできないかもしれませんねって言われてで、本当にこの時は、そもそも,もう体が自由に動くようになるかもわからないし、退院して次の日、一日学校行ったら、もうそれだけでもう具合悪くなっちゃったりとか、もう本当に体が。 もう日々の生活すらギリギリみたいな感じになっちゃったんで、本当この時は、本当どうすればいいんだろうなっていう感じでしたね。はい、どうやってこれを乗り越えたんですかこの時は僕は、ね、FC 東京 U15 にえっと所属していて、 で練習しなくていいから、来れるようになったらおいでって言ってもらったんですね、当時のコーチに。まず学校生活をしっかり送ることがいっぱいいっぱいの日々が、た、まあ、多分1ヶ月ぐらいですかね、多分続いて、でそれからまあ少しぐらはクラブハウスに行ってみるんですけど、やっぱもう練習なんてそもそもできないから、なんかグラウンドを散歩するみたいなとこから始まり、チームメイトがやっぱ練習してるわけですよ。でちょうどその頃に、あのー 新人戦が始まったりとか、ちょっとそういう大会に、まあ、自分がビデオ撮りに行ったりとかしてあの見、見に行ったりとかしてる中で、やっぱチームメイトがそうやって戦っている姿を見てあ、僕もやっぱここでもう一回サッカーしたいな、もう一回頑張ろうって思えたのはすごい大きなことかなと思います。はい、で、この曲線見ると、そこから見事に復活して、これあの、クラブユース U15 でもう見事に優勝されましたよね。はい、ただ U15 の大会に関しては、ほとんど貢献してないなっていう思いが強いんですよ。みんなが本当一体感あるチームだったので、本当に優勝させてもらったっていう感覚が強いんですけど、やっぱこの時は、本当あの、辛くてもうサッカーできないかもなってなったところから、全国大会って大舞台でやっぱ優勝するっていうところまで行ったので、降りてた分の上がり分が大きいというか、それは本当に僕の中では大きな出来事でしたね。まあそして、その後またここに凹みがちょっと来てしまいます。はい。 これは覚えてますか覚えてますよ、もう。97 <laughs> のアジアの選手権。はい、アジアの要請、日本で開催されたんですよね。得失点差1でいけなかったんですよね。はい、そうですね、はい。本当なんか、まあ、この大会は、今、徳島でプレーしている長谷川徹選手とずっとこうライバル関係でやっぱやっていて、はい、僕が代表して出て勝てなかったので、すごい責任も感じたのと同時に、ああ、もっと上手くなりたいなっていう欲がさらに出た本当、大会でしたね、この大会は。はい まあその後ね、本当にあのトップに昇格するような、また一つ大きな山が来ますよね、はい。そうですね、正直まだまだ全然プロの場で試合に出れるような、まあ、体でもなかったので、この後また落ちちゃうんですけど、あの本当に、とにかくやっぱ可能性っていうものをやっぱクラブが信じてくれて、やっぱ僕をトップにこの時昇格してさせてもらって、サッカー選手になるっていうのは、まず一つあの大きな目標ではあったので、やっぱそれが達成できたことで、充実感と。 こう楽しさっていうのはあったんですけど、体はプロの世界で戦えるような状況ではなかったなとは、今は思ってます、はいまあ、この後怪我をされてしまうんですね、はいで、しばらくちょっとブランクが来てしまうんですけど、その後、ね、あのね、ついにトップで J リーグでデビューすることがありましたねこれも実力で掴んだ、えっと、J リーグ出場じゃないんですよ、実は。 この時に、えっと、僕が二十歳の時だから、プロ三年目ですね。プロ三年目の時に、当時、えっと、試合に出ていたのが、えっと、今、浦和レッズでゴールキーパーコーチされている塩田仁さん、はいで。去年、えっと、昨年まで、えっと、プロで、えっと、プロの選手やられてた方なんですけど、で、三年目が始まる時に、えっと、塩田さんが、えっと、まあ、病気で、えっとた、最初の開幕に間に合わないと。で、僕が出ることになったっていうのが、やっぱ、これが僕の、 えっと、J リーグデビューの真相で、それがなければ、僕がその試合に出るチャンスっていうのは実際なかったんですね、その年1年間、しっかりプレーすることができて、で、現ルバンカップですね、当時の山崎なビスコカップでも、やっぱあの優勝することがやっぱできたっていうのは、出てない時に、やっぱどれだけこだわってできるかっていうのを、やっぱ考えさせられたのは、やっぱこの J リーグ出場のところだなっていうのはすごい思ってるので、うん、なので皆さんにもそこは大事にしてもらいたいなとは思ってるところです。はい まあそしてね、もうワールドカップイヤーの1月の6日に A マッチのデビュー戦になったわけですけど、はい、この時のこと何か覚えてますか、はいはい、この試合も出ない予定でしたからね、実はっていうところがあって、本当この試合も僕と あの裏の西川選手が2人で行っていてで、西川選手が多分3日前ぐらいの練習で強い打撲をしてしまって、ちょっと試合に出れない状況になってしまって、で、急遽僕が出ることになったっていうのが、僕の実は代表デビュー戦で、だから僕の結構そういうデビューとか大事な試合って急に来るんですよ。<laughs> 普段から、やっぱしっかり準備をしとくことができれば、あの自信持ってやっぱできてたので。まあ、この試合しっかり、しかも勝てたので、それにやっぱ繋がったのかなと思います。ええー、権田選手、ありがとうございました。ありがとうございます。